皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました、今日は水木青といえば占いだと思うんですよ。あ、違う、口でか、誰や言うたやつ出てこいや。はい、今日は占いのソウルナンバーっていうのがあんねんけど、まあそれを、まあ紹介したいと思います。よくなんかなテレビでも結構ちょくちょく放送されたりとかしてんねんけど、まあちょっと行っちゃおうと思います。それではどうぞ。はい、じゃあまずやっていくんやけど、ソウルナンバー、自分のソウルナンバーは何ぼなんやろっていうところとあると思うから、じゃあまず計算の仕方からいきます。言うものは生年月日で、例えば水木青は1995年の12月27日生まれです。じゃあ1足す9足す9足す5足す1足す2足す2足す7という形になります。わかる ?1995 年12月27っていうのを全て足すね。でそれが足した数字が36って出ます。じゃあ例えば27とか35とか、まあいろいろあると思いますが、私は36と出ました。36って出たら次はもう簡単です。3足す、6にするだけ。はい、例えば27やったら2足す7じゃあ9やろ。例えば3足す6 9です。私は、はい、私9ですよ。はい、でもなその特別な数字があって、マスターナンバーっていうのがあんねんけど、マスターナンバーの場合は、11、12、23、34の数字が出た時はゾロ目で、マスターナンバーって言って、またそれは数字としてあるので、11が出た人が1足す1足す2ってなるんじゃなくて、もう11、22、33、44はその数字なんで、まあ、その方はそのままの ままにいてください。あなたのままにいて。はい、じゃあ早速言っていきます。で、ちなみにソウルナンバーが1、2、3、4、5、6、7、8、9までです。10はないです。で、からの11、22、33、44まであるんやけど、例えば円状に書いて1、2、3、4、5、6、7、8、9って書きます。それで私9です。で、9の人と9の人がいます。それはすごい相性はいいんですよ。で、恋愛だろうが友達だろうが、すごいベストマッチな、友情関係や恋関係を築け合えます。で、じゃあ例えばその前後の数字っていうのもすごいいい数字で、まあ仲いい人とかやと結構その前後だったりとか同じ数字が多かったりするんですよ。で、逆に9と一番反対なのは4と5あたりか、そう、4と5あたりかな、とかだと、まあ遠いほど相性が悪いって言われています。はい、まあ、ちなみにね、水木は9なんですよ。周りに9の人一切いなくて、もうでも同級生の仲いい子とかは全然いなくて、ほんまにおらへんねんやん。で、自分の友達とかもむしろ9やから1と8すらもおらんかったりとかで、青が一番仲いい子も実は4やって相性悪いんじゃん自分らみたいな。でもそれは逆に、まあ、真逆すぎて相性ぴったりなんかなっていう話とかしたり、まあ、それはそれでまあ面白いねんけど、合ってるんかとか思うかもしれへんけど、内容的にはすごい合ってるんで、まあ、これをまあ楽しんで聞いていただけたらなと思います。じゃあ最初にソウルナンバー1の方から教えます。ソウルナンバー1の方は抜群な行動力、そして明朗快活、長所がじっとしてることが苦手で、思ったら即行動で、行動力はその中でも群を抜いて1番やねんて。頭の回転も速いとするナンバー1やねんて。へえ、いいの、頭の回転いいので、コミュニケーション能力が高いみたいです。で、短所は、抜群な行動力は突っ走って空回りする原因にもなるねんて。自分とは正反対の行動が慎重な人の気持ちを理解することができません。気がついたら何でもかんでも自分一人で決めてしまい、周りの人の気持ちや状況が分かってないこともあるから、それは気をつけてって書いております。まあ他にも恋愛のこととかいっぱい書いてあんねんけども、あ、ソウルナンバー1の人はモテる人が多いらしいで。マジでいいな。
で、主な芸能人で言う位置は誰かというと、嵐で言うと大野さんと桜井さんと、あと、明石家さんまさんもやって、さんまさんやったり、マツコデラックスさんやったり、マツコさんとか、あと、浜崎あゆみさんとか、まあ他にもいっぱいいるみたいです。じゃあ次。次は、ソウルナンバー2の人。2の人は、さっぱりしたタイプやって、バランサー。で、性格は、さっぱりしていて、頭の回転が速く、予期せぬ出来事も解決に向かうことができる。いいの。兄貴やったり、姉御肌の人が多いみたいやって。人間関係ではバランスを重視して、目立ちすぎず、控えめすぎずの、ところに、ところが分かってる人やねんって。で、短所は、頭の回転が速く、直感力もあるが、逆に、短期でせっかちらしい。で、自分がやることに対して人から口を出されることを嫌がる。自分のペースを乱されることが嫌いやねんて。あれ、あ、なんか2に思えてきた。あれ、あ、2なんかな。まあそんな感じ、味方によっては冷たい人とか変わり者って思われがちやって。じゃあ主な芸能人は、香取慎吾さんやって、あと、あ、今田耕司さんで、だけんだ哲也さん、グレンな、あと所ジョージさんもやって。あ、所ジョージさんと同じ誕生日やった気するな。はい、じゃあ次、ソウルナンバー3、3番の方は優しく社交性が高いクリエイティブやって、 YouTuber にはまさにちゃん。あれちゃう、クリエイティブってそれは違うか、クリエイター、クリエイティブ、あ、違うんか、ごめんなさい。長所は人当たりが良くて、常に優しい雰囲気を持っているあなたは、私、あ、違う、ごめんごめんごめん、あなたは争いを好まない平和主義、めっちゃわかんねんけど、何でも自分に当てはめてしまうこと、やめよう。で、常に相手の立場になって言葉を選び接することができるので、老若にゃんにょ、老若にゃんにょ、老若、老若にゃんにょか問わずに人からボワれるでしょう、ボワれるでしょう、慕われるでしょう。調べました。慕われるでしょう。面倒見もいいねんて、世話好きやって、母性本能強そうやな、3番は。んで、短所は自分の気持ちがはっきり言えなくて、ストレスをためやすい性格やって。内面にあるものが優しさゆえに我慢してしまいがちやって。それがストレスをためる原因やねんて。時には思いをはっきりと伝えることも大事やで。で、主な芸能人は小池徹平さんやったりとか、郷ひろみさんとか、有吉さんもやって。はい。と、こんな感じです。じゃあ、ソウルナンバー4!働き者なリーダータイプ、クールってやって、組織や物事を引っ張ったり、あとは起業家や創業家に適した根からのリーダー気質やって、働き者でパワーにあふれているので、人に影響を与えることが多い人でもあります。失敗しても立ち直りが早くて、常に新しいことに挑戦する意思があんねんて。自分のスタイルを崩さないタイプで、意思が強くて男っぽい性格みたいです。じゃあ短所は、働き者で誰からも頼られますが、その反面自分より仕事ができない人を見下す傾向にあり、もともとクールな一面を持っているので、今日人間味がないと怖がれる可能性が、あとは自己中心的になりやすく、自分の考えを人に押し付けがちです。自分の世間が狭くなりがちなので、たくさんの人と会って話をし、さまざまな考えを理解することが大切やで。はい、主な芸能人は、タモリさん、ブラッド・ピットさん、稲垣吾郎さんに、ベッキーさんに、亀梨和也さんやって。はい、じゃあ次、ソウルナンバー5。ソウルナンバー5は、直感的、マイペースで安定志向です。マイペースでのんびり屋さん。自分の中で予定が定まっており、周りに流されません。知的で才能もあり、誰も思いにつかなかったことを思いつきますよって。自由を重んじ、ルールに縛られることが嫌い。あと、オタク気質らしいわ。はい、ナンバー5。で、短所は、滅多なことでは自分の意見は変えないので、周囲からは頑固だと思われている。頑固やって。夢は必ず叶うと信じて行動する。こっちゃんやん。ロマンチストやって。一度怒り出すと長く、過去のことも覚えていて、熱心、嫉妬深い、嫉妬深い、信念深い、信念深い。あれやんな、めめしい系やと思う。
じゃあ主な有名人は、宇多田ヒカルさん、国分太一さん、松本潤さんです。嵐の松潤さんです。じゃあ次、ナンバー6。はい、6はユーモアあふれる八方美人、愛情深い、わー人付き合いがうまく、社交的、陽気で人を楽しませる、ユーモアセンスが高く、人脈作りも得意、相手誰に対しても優しく接することができ、話すことが大好きで自然に人が集まる、人望の厚い人やって。めっちゃええやん。面倒見がよく、誰とでも付き合っていきますやって。めっちゃええやん。ナンバー6絶対ええやつ。でも短所、落ち着きがなく、あれこれ何でも喋りたがる傾向にあります。あービッグマウス。ああ、こっちじゃないで、ね、こっちじゃない新しいことに興味を示すが、熱しやすく冷めやすい一面も。そのため全てが中途半端に終わりやすいねんて。でも愛嬌があって八方美人で誰にでもいい顔をするけど、怒らせると一番怖いタイプ。おるよな、そういうの。いつも笑ってるけどめっちゃ怒ったら怖いやつみたいな。おるおる。じゃあ主な芸能人は、赤西仁さんと、中島みゆきさんと、マイケル・ジャクソンさん、横山由依さん、黒柳徹子さんです。はい、じゃあ次、ナンバー